まあ、そこはねフレンチビアホールっていう言い方をしてるんですよ。禁酒法時代の陰でやっているキャバレーみたいなイメージもあるしね。コンセプトはできた時から1000年続く魔女の館みたいな、オーナーがドラッグクイーンじゃないですか。ずっとメイクをしてもう何千年続いているっていうようなイメージ。的なイメージで言うと、なんか世の中で天変地異がもし起こっていたとしてもですよ、例えば空気が吸えないみたいなことが起こってたとしても、あそこがなんか宇宙船でなんかこうヒューッとこう漂って航行し続けてるみたいな、日常の楽しみとかエンターテインメントみたいなものを病院だからって言って諦めがちなんだけど、自分たちが普段過ごしている環境のまんま病院に行ってもそんな環境があったら多分いいなとか。では裏コンセプトは丈太郎バロックって言い方をしてる。彼自身その内装のマテリアルをいっぱいいろんなデザイナーに提供してるんですよ、うん、空間の作り方やデザインで人の行動まで影響を与えることはできると思うんですよ、うん、デロマを作ることはできると思う。俺もね東京での遊び方を探しているような、実は知らないこと多いなと思う。勉強中まだ東京に何かあるんじゃないかって思ってる。あ、そういう風に思わせてくれるところかな。